小笠原方言もしくは、小笠原語は、小笠原群島で話されている言語。日本語と英語のクレオール言語とされている。随一、小笠原群島と周辺の島々小笠原諸島へは、本土系移民に先立って、欧米人や太平洋諸島先住民族から構成される、欧米系島民が移民していた。欧米系島民たちは、英語とポリネシア諸語。 またそれらが混合したピジン言語をコミュニケーションに使っていた。1840年に父島へ漂着した中吉丸漂流民の記録であるオトモ1000漂着記には56の単語が記されており、そのうち英語由来の単語が17語ハワイ語由来の単語が39語であった。なお、ミクロネシア諸語の影響は現在の小笠原方言には 単語レベルでしか残っていないが、内容踊りで歌われる曲の中には、ミクロネシア諸語が使われている曲もある。その後、小笠原諸島へは、本土出身者も移民してきたが、八丈島出身者が多かったため、小笠原方言の成立には八丈語が強く影響を与えた。また八丈語以外にも、語彙の一部には、遠州弁、東北方言、関東方言、奇州弁、 四国方言、九州方言の影響が見られた。欧米系島民は、小笠原諸島が日本領となってからは日本に帰化し、日本語を学習したが、太平洋戦争後の米軍占領下では英語教育を受けた。そのため、彼らの子孫の話す日本語は、英単語やフレーズが英語の発音のまま使われる、挨拶に通常の日本語が使われず独自の形式があるなど、 一種のクレオール言語になっている。なお、英単語の発音は18世紀にニューイングランドで話されていた鉛が受け継がれているが、米軍占領下においては、ハワイクレオール英語をはじめとするアメリカ英語の処方庫とが流入しており、当時英語教育を受けていた世代においては、語義や発音の面でも一般米語により近いものとなっている。一方、日常生活においては、 本土系島民がもたらした八条語をベースとした言語編集が用いられていたため、彼らの言葉には現在でも八条語の影響を見ることができる。一方、本土系島民は、太平洋戦争末期から1968年の本土復帰まで、欧米系島民にとついだ女性を除いて本土への疎開を強いられていた。その間、日本語共通語や、 疎開先の方言の影響を受けた可能性があるが、この期間内の方言資料は、ほとんどない。変換後は日本語教育の浸透や本土からの移民増加に伴い急激に共通語化が進み、現在の島民の言葉は、ネイビー世代以前の欧米系島民を除きほぼ、共通語ないし首都圏方言となっている。ただし、動植物の名称などの固有名詞をはじめとして、現在でも、 語彙レベルでは、小笠原独自のものが残っている。ダニエル・ロングによれば、現代の小笠原軍島において、欧米系島民が用いている、小笠原方言を構成する、言語的要素として、以下の4つの言語を定義している。本土復帰以前の戦前世代やネイビー世代の間では、英語編集同士、及び日本語編集同士での大グロシアが見られ、それぞれボニーンクレオイド英語や、 小笠原濃いね日本語を L 編集として、母人標準英語や小笠原標準日本語を H 編集として併用されている。小笠原方言の特徴として、日本語と英語が、それぞれの文法構造と、音音構造を保ったまま頻繁に双方を織り混ぜる、和法が挙げられる。ダニエル・ロングはこれを、小笠原混合言語という混合言語であるとしている。 小笠原混合言語の成立の過程について、ロングはもともと戦前にコードスイッチングや、語彙借用などの影響で、すでに英語の要素を多大に取り入れた日本語の母語話者が、両親とも欧米系島民である島民の中に、多くいたことを挙げ、小笠原濃いね。日本語を母語として育ったネイビー世代の島民が、学校での英語教育や同世代の日英。 混合言語話者との交流の中で日本語と英語の混合使用をするようになり、結果的に本土復帰までの間により均一化、形式化された小笠原混合言語へと発展させていったのではないかとの仮説を提唱している。名詞には英語や対応収書語の影響もあるが、その他は八丈方言の影響が強かった。以下のその具体例を示すが、 突起がない語彙は八丈方言由来である。また戦前からの本土系統民のアクセントは八丈方言と共通の無アクセントであるものの、欧米系統民の間には東京式アクセントを用いるものも存在した。本土復帰直後の日本人教師と生徒との会話例を一部示す。なお、語尾に、会を用いるのは八丈方言の特徴である。 現代でも残る八条方言や各方言由来の表現や語彙は以下の通りである。ただし、元来の表現と意味や活用、自動詞、他動詞の区別などの文法的特徴が変質したものも数多く見られる。なお、アクセントは標準語の影響によって東京式アクセントが用いられているものの、特に本土復帰以降の小笠原出身者の間では、 戦前,前世代以上にアクセントのピッチ幅が狭いという特徴も報告されている。英語由来の言語もいくつか残っている。ただし、前述のニューイングランド英語の発音の影響をはじめとする要因により、通常の日本語における英語由来の外来語ではアダンやイダンで転記されるところが、小笠原方言においてはエダンで転記されているものが少なくない。また、 英語だけでなく、ハワイ語やミクロネシア諸語由来の単語の、動植物の名前などに残っている。ダニエル・ロング、小笠原学ことはじめ、南方新社、小笠原シリーズ1、2002年9月30日。ISBN4 から931376762。ダニエル・ロング、橋本直行、小笠原学言葉べる、辞典南方新社、小笠原シリーズ3。 2005年5月1日、ISBN4 から861240441。安倍晋、小笠原諸島における、日本語の方言接触、方言形成と、方言意識南方新社、小笠原シリーズ4、2006年12月1日、ISBN4 から861240972。ダニエル・ロング、小笠原諸島の混合言語の歴史と構造。 日本元来の多文化共生社会で起きた、言語接触羊処房。2018年2月16日。ISBN 978から4から89476904 5ありがとうございます。